滋賀県や兵庫県など近畿エリアを中心として24時間の降雪量が観測史上1位となりました。野沢さん、はい、相当な量になっていますね。うん、そうですね、本当にその観測史上1位ということもあって、まあ、これだけの量が降ってしまうとですね、はい、生活にも大きく影響するかなという感じがします。まず現在の積雪深、こちらの方も見ていきたいと思いますが、はい、まずはこちら、滋賀県彦根では現在70センチです。また京都府舞鶴でも70センチ、はい、こちら兵庫県和田山では65センチということで、それぞれのエリア、まあ、この月10月としては1位だったりとか、あとは観測史上1位といったような状況になっているのが20、これが24時間の積雪量、降雪量という形になります。はい。で、まあ、今回のその要因というところはもう何度か出てきていますけど、いわゆる JPCZ というやつなんですね。はい。で、これが JPCZ の流れとなるんですが、まあ、北西の季節風が吹いてきます。それがこちら山脈の方で2つに分かれて、日本海の上でぶつかるといった状況となります。そこで雲の方が発生する、これを日本海寒帯気団収束帯、いわゆる JPCZ というわけなんですね。はい。で、こちらなんですけども、今現在どうなっているのかというところなんですが、特にこの雪雲としてですね、今日こういうふうに一本伸びています。これがそのまま、愛知県内の方まで吹き抜けるような形で、この収束する風がぶつかり合うところなんですけども、少し今日変則的で、ここで枝分かれしてるんですね。これが一つこう北陸方面に伸びているといった状況になっています。はい。こういった JPCZ、 いわゆる収束線が発生してしまうと、どうしても雲の方が発達しやすくなってくるということがあります。はい。またエリアとしては日本海なんですが、これが現在の海水温になるんですけども、はい、日本海で少し周囲よりも海水温が高いところがあります。色が少し薄い青いところですね。こちらはいわゆる対馬海流というのがぐっと入ってきます。南からの暖かい海水が入ってくるので、はい、海の温度が高いんですね。そうすると余計に雲の方が発達しやすくなるといったところもありますので、うん、このエリアで JPCZ が発生した場合、かなりこう強い雪雲が発生しやすくなるというのが、この特徴かなということが言えると思います。なるほど。この後もこう雪の降り方は気をつけた方が良さそうですね。こちらについてお伝えしていきました。またウェザーニュースのアプリなどから最新情報を確認することができますので、ぜひご活用ください。